タチャハオこんにちはシャンメイです本日はマージマンションインディペンデンス・デイイベント続きをやっていきたいと思います。さあ作りました。じゃじゃん。これでも明らかに上の心から楽しもうって方の方がイベントコインめっちゃくれるんですよね。300ですよ <laughs>。というわけで完了する。 次も八かで下の方のもうお腹ペコペコ完了する上八下の方が手軽には手軽なんですよね <laughs> うんこれと何でしたっけグローブそれで粒が詰まったトウモロコシ感じよあ お祭りは夜まで続くこれいけるかな全然関係ないけどバットからも普通に花火が出ますね <laughs> この赤いのバットに見えなくない <laughs> えっとあ全然まだだえー、っと8段階目だっけ678明らかにちょっとタップ数が厳しいかな。 この次だよねうーんとこれが花火は1個でよしうん うんあ段階が下がってしまったそろそろバットも多分段階が下がるのかな下がったから合成だ そうかとはいえ途中のやつだからうんまあこうしとっか <laughs> うーんそっかーもうちょっとなんだけどな <laughs>。 あとはパンにサラダにパイだけど19タップではいけないので多分次回いこうかなドリンクの方は多分すぐ作れるんですけどどっちにしろ花火がないと納品できないのであとはこっちの方かえっとこの間ちょっとじわじわ作った箱レベル3まで行きましたのでこの 貨物船からなぜが出てくるこの箱合体するとスカラベの箱を作りますってことで合体これなんですかねい今,今私は何を作っているのか謎で箱をレベル上げてちょっと待って 箱のレベル上げてて貨物船あ貨物船もやっぱ壊れるんだこれ これを最終段階にしますか。えい。これなんだろうスカラベの箱。え <laughs> また見たことないものが。スカラベってな昆虫かなんかのことそれでちょっと英語力がなくて。はて。謎である。 んとあとはちょっといらないものを売って小銭を稼ぎなんかスペースが足りなくなる予感がする <laughs> 予感というか <laughs> 明らかに足りなくなりそううんねじ釘もそんなにいらないんだよな カーベ,のレベルのレが2になりましたねあ、え今度はブローチみたいになってしまったぞ <laughs> 待ってこのカブトムシをブローチにしたということでしょうか <laughs> はあ、分からんうんー どうしようかなとりあえずこの辺回収しちゃって多分これ出てくるんだよねここから時間が経つとパンパンパンと <laughs> うんとりあえずこうしておこうかあ スカラベえベ今度はまたエジプト十字架みたいになったぞ <laughs> スカラベの意味ちょっと調べておこう <laughs> どういう意味かななんかシンボルみたいな意味なのかな何か何かしらのう <laughs> んじゃああとはとりあえずアイテム買っていきましょうかね えー、これですね。あと1日ぐらいしかないですけども、イベントの方。じゃあ、熱気球の方を購入ですね。480イベントコイン。あ、なあ、マディ、この街を空から眺めてみたいと思わないかいあら、飛行機の免許でも取ったのさすがに、それはまださ。まだってことは、取る予定がでも、同じくらいいいものがある。熱気球だよ。 本当にすごい。実は前から乗ってみたかったの。そいつはいい。君と僕と美しい夕日。完璧だね。おばあちゃんとユリウスさんも連れて行ってあげなきゃ。そうだ、シャンパンがあった方がいいかも。すぐ戻るから。ああ、人数が多い方が楽しいかもね。<laughs> 意外とマーティーは鬼にちゃんなのかな。 ちょっと次も行きます花火ラフス大丈夫よただの花火だからすぐに終わるわうんんまたカレージに隠れてるのおぼんつけたでもちょっと待ってどうやってドアを開けたのさては 花火に怯えたわけじゃないのねだとしたら何に吠えてたのえ急に謎を残していくじゃん六百四十の三人車まで行るか人ワゴンいっぱいのアメフトボールだわ少し投げて遊ばないあまり得意じゃないけどやってみましょうお手本を見せてあげるよほら距離を取って 了解。マディキャッチだ。やったわ。見た。私ってもしやキャッチの天才。僕も君みたいに人の心をキャッチ。できれば最高なんだけど <laughs>。<laughs> なかなかあれですね。あとは330うん。 もう一個ぐらい変えたらいいかなぐらいかな多分ゴルフカート行けるか行けないかぐらいかなそんな感じだねあとは改装してあそっかタンスがレベルマックスになったので回収完璧主義者とはタンスの引き出しの裏側まできれいにする人でもそこまでする必要はないと思う なるほどでデコレーション船が完成したので回収職人技で作られた船の模型おじいちゃんのこだわりをひしひしと感じるで謎あそっかスカラベの箱が完成したので回収この箱の中には何が入っているのだろう輸入品のようにも見えるけど。 あれそうか輸送コンテナも完成したのでこの邸宅には定期的にコンテナが運ばれていた誰かが大がかりな事業を運営していたのかあれきっとこのスカラベとかが完成するとまたもらえるのかないやこんなところかなもうちょいイベント多分あと12回しか取れんかなさすがに。 というわけで、えー、今回はここまでにしたいかなと思います。あ、そうだ、これちなみに今、この辺ちょっとインディペンデンスデイ風になってますけども、ここの下の旗のマークを押すと、アイテムが入れ替えれるので、多分デコレーションが自由に配置できるのかな。これちなみに多分なくすと通常に戻るみたいな。デコレーションも置けると。 いうことで、ひょっとして自分とこの庭を飾りつけてるのかなこれでイベント終わったら回収されてたらちょっと悲しいですけどね <laughs>。よし。というわけで、えー、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。